こんにちは、高橋優です。先生です。です。今日はですね、なんと新しい幼稚園の入園講座とそして面接があります。こうなったのにも理由があって、実は我が家引っ越すことになりました。ちょっとここからはちょっとママ友目線で話すけど、今まで住んでたところを引っ越すことになって、今まで通ってたスクールも辞めることになるし、まあ臨時もそうやねんけどな、新しい幼稚園を探すことになって、ちょっとこのアングルやっぱ嫌やな。それでいろいろ探して悩んだ結果、ここに通いたいなっていうところを見つけて、今日面接行ってきます。今日はこういう服しか持ってない、こういう服着てきたけど、こういうのじゃないとあかんみたいな感じの面接でもないらしいけど、わからんから一応こういう服着て、先生もなんか別にいいねん、多分こういう格好じゃなくていいんだけど似合うし可愛いから。先生髪切ったのよ、めっちゃさっぱりしたでしょ。ヒロ君と今待ち合わせ中やから、ヒロ君仕事終わったらこっち来てもらって、みんなで頑張ってきます。詳しく後で行ってくるぞ。先生頑張るの、じゃあ行こう。ゆーちゃんねる、いいよ、イエーイ、久しぶりのパパ。ゆーちゃんねる、着替えちゃった。受験が終わって新居に今帰ってきました。まだ住んでないけど、今日はソファーと洗濯機の搬入があったから来たんやけど、緊張した。先生緊張した？うん、頑張ったね。でも今日暑すぎて昭和の少年みたいな。受験は受験でもいろいろこうちょっとレビューとか見させてもらって、穏やかな感じっていう風に聞いてたから、穏やかなんかなと思って割と気軽に参加してきましたが、やっぱりいざこうどんな子ですかとか、どんな子になってほしいですかとか、もし友達と喧嘩しちゃった時にどういう風にお母さんお父さんはお考えですかとか聞かれて、その家族それぞれの思いがあるから正解不正解とかもないと思うし、そう思って答えたけどちょっと緊張した。ヒロ君もしっかり答えてくれて、私もな、私なりにしっかり答えて、先生も頑張ってっていう感じで無事に終わりました。着替えちゃったし、普通に絶対終わったら着替えようって決めてたから行ってきました。セットアップ、スウェット、あっちー、なんか前世も新しい先生と一緒に遊んでて、ちょっと最初は緊張してた感じだったけど、大好きなブロックが出てきたら遊んだりして頑張ってました。今日着た服一応見せようかな。おいしょ、ゆーちゃんねる。もうなんかバッグはこれにした。なんかなかったんだよね、受験バッグみたいな A4 サイズのファイルが入るようなバッグを。カジュアルなやつで大好きなやつあるけど、ちょっと硬い感じのがなかったから、もういっかっていうことで、これと親はスリッパで、前世の上靴は持っていった。土足を入れる用のビニール袋もったいないから、靴袋を3つ持ってってんけど、玄関のところに入れていいですよって言ってくれて使わない。服は私は前に別の園の入園説明会行くときに、そこもなんか別に私服で行ってよかったんけど、もう分からなくて、清掃しとく分にはまあまあまあ大丈夫やろっていうので急いで買ったんだよね。これを明日行くからっていう前日に買った服だったんだけど、でもやっぱりちゃんとしているこういうトップスにしました。スーツセレクトでもう揃えちゃった。後ろにパールついてるし、これも袖の部分にパールがついてるから、まあ一見めちゃくちゃシンプルやけど、袖の部分とかがちょっとだけ華やかになるし、パンツスタイルにも合いそうよね。これに私はほんまパンツが良かったんけど、私が背がでかすぎていいサイズのがなくて、スカートタイプ。ゆーちゃん見て、しました。ん？何作ったの？ボット。はあ、一つ作ったね。ウエストボット。リボンで結べるようになってて、ちょっと今結べなかったけど。この部屋は和室で、リビングのすぐ近くにあったんで、ここはもう子供たちの遊び部屋と、この押し入れも子供のおもちゃとか、あとはもうなんか服とかもここに全部一式入れようと思ってます。こんな感じですね。それでもうまく結べなかった。
ウエスト部分リボンで、こういうちょっとだけ膝丈、裾の部分がちょっとアシンメトリーになってるから、これがちょっとあのスマートに見える。私はなんかめっちゃ可愛いっていうよりかはクールでスッとする感じがいいなと思ってたので、ちょうどいいこれとこれを着ました。バッグはこうしました。わかりづらー。ゆーちゃんねー。ピアスはパールだけみたいなやつがザ・シリツみたいなとこやといいっていう風に出てきたりすんねんけど、私は家にあるやつでちょっとゴールドとパールのやつこれ気に入ってるし、私前にその入園説明会行った時にこのフォーマルなネイビーの服ってもちろん馴染むしいいねんけど、なんかこう自分を失うというか、今回ももちろん抑えたんけど、ピアスが別にこだわりすぎなくてもいいやっていう感じでゴールドで、髪の毛もなんかもうこのままもうストレートでおろしで耳かけでこんな感じで来ました。これからはあのうちの引っ越しの様子だったりとか、新しい家具もそうやし、新しいキッチンもそうやし、ルームツアーもしていきたいと思うし、まだ引っ越してないからね、引っ越しをする前に今住んでる大好きなお家からもまだ配信したいと思うので、皆さん見といてくださいねっていう感じ。新しいソファ見る？ついに我が家にソファが来たぞー、イエーイ。めっちゃ嬉しいわほんまに。ゆーちゃんねー。ソファこれです。アシュレイのソファ、こういうやつめっちゃリラックスしてるし、楽楽た。僕も僕もやっぱソファだね。あのさ、ゆうちゃんのこと枕と思ってるやろめっちゃ汗臭いねんけどびちょびちょやつですよ頭。極楽です。ソファのない生活は生活でよかったけどね、広くて。今度は子供たちが遊ぶ場所が別にあるからソファを出ました。やっぱ楽、最高すぎる。また改めて部屋の様子をお伝えします。ゆいチャンネル。頑張ったもんね。でもいい、眠たい。頑張った、頑張ったみたい。疲れたね。車の中で寝てた、お疲れさん先生。っていう間にちょっと翌日になっちゃったんやけど、昨日本当に前世は頑張ったみたいで、帰ってきてから爆睡していました。引っ越すっていうことを面接前やったからさささっていう風に社内から言っちゃったんやけど、改めて引っ越した理由、引っ越し場所の決め手というか、なんでこのスクールに行きたいと思ったかとか、ちょっとここで話そうかなと思います。もともと今のこのお家には3年間かな、もう前世が1歳になったぐらいから住んでて、ほんまにスクールの先生だったりとか友達とか、あとママ友にもめちゃめちゃ恵まれて、すっごく好きな街やったし、好きなスクールやったし、お家も大好きやしってめちゃくちゃ気に入ってるんやけど、第一の決め手としてはヒロくんの職場からちょっと離れてるんだよね。でヒロくんはほんまに毎日のように行き来してて、すごい大変そう、結構時間もかかるし渋滞があったりとかして不便やなっていう風に見ててすごい感じてただよね。プラス私はこうやってお家で仕事もできるし、毎日絶対にここに行かなあかんっていうことがあるわけじゃないじゃない。じゃあ私がそっち側に行くのがありなんじゃないかなっていうふうに思ったのが一つですね。お互い広くも仕事行きやすくなるし、私もちょっと環境を変えたいっていうのもあったし、いいかなと思って家を決めました。次も賃貸やねんけど、今の家のように、一軒家で子供たちも過ごしやすいし、かつちょっと芝生のお庭みたいなのがついてるから、例えば私は家でちょっと家事をしなあかんっていう時にも、目の見えるところで子供たちは外で遊べたりするし、そういうのが今の家やとないから
そういう意味ですごく安全やし、子供たちの行動も制限せずに済むかなっていうので決めた。あとは引っ越し先自体が結構その教育に力を入れているっていう町、子供の生活を充実させる、あとなんかその親も生活も充実させるみたいな、結構そういうエリアで公園もたくさんあるし、歩道も広いし、まあ、車道も広いし、もちろん買い物とかもすごい便利やし、何より前世に行ってほしいなと思うスクールが同じ町にあって、すごくいいかなと思って決めたんですよ。なんでそのスクールがいいか、ほんまにちょっとね、受けたばっかりで行けるかわからんねんけど、なんでそこに行きたいかっていうのはもうたくさん理由はあんねんけど、まずは前世はもう1歳からインターナショナルのプリスクールっていう、まあ、英語教育にずっと触れてるから、英語は引き続き触れてほしいなと思いつつ、かつカリキュラムが割としっかりと組まれているスクールに今回は志望していて、前世ってすごいマイペースで、好きなこと見つけたらもうとことんそこに集中して、それはめちゃくちゃ素晴らしいところやし、それはもうこれからも大事にしてほしいねんけど、プラスアルファで同じクラスの子たちと、たくさんの人数の子たちと一緒になんか共有する喜びやったりとか、あとみんなでじゃあ次はこの時間だっていう切り替えがよりできたら楽しいんじゃないかなっていうのが、プラスいろんなことに出会えるから、いろいろカリキュラムがあると、あ、俺これが好きやなとか、これ挑戦してみたいなとか、そういう風になってくれたら嬉しいなっていう思いもあって、そこにした。あとはその英語ももちろんなんやけど、日本語のクラスの時間もあって、やっぱり私もヒロ君も日本語やし、前世と話す時日本語やから、そういう時に前世の日本語のレパートリーももっと増やせたらいいんかなと思ってそこにした。あとはね、仲いい家族がそこの違う学校に通ってたりとかっていうのもあって、すごい評判も聞いてるし、なんかすごい素敵そうやし、子供も楽しそうに通ってるからいいかなって思った。プラス入学説明会を見ている時に、前世も一緒に見てて、行きたい、これやりたいとか結構すごい興味津々に持ってたから、で実際に見学に行っても楽しいみたいな感じ、すごいなんかワクワクしてたからいいなと思って、ここに通ってる前世の成長を見れたらいいなと思って決めました。臨時もそこにはもうちょっと大きくなったら通えるから、兄弟で通ったら楽しいなと思って、それも選択肢に入れて選びました。臨時の保育園も変えなあかんから、いろいろ探しても申し込んだんやけど、この保育園見ても本当に園庭が広かったりとか、すごい選択肢が多くて、それもすごくいいなと。今の保育園も大好きやし、先生たち優しいし、今の保育園も園庭あるし、本当に申し分ないし、本当に感謝してるんですけど、まあ、引っ越しを機に新たに探してみて、今申し込み中。いけんのかな、また返事の電話がかかってきていない。いざ引っ越しが決まって、引っ越しが決まったのが1月下旬やったんですよね。保育園もすぐに申し込まなあかんっていう風になって、検索したら申し込みの締め切りがもうすぐ1月下旬やったりとかして、もうダッシュでこう書類を書いたりとか、行きたい園を絞ったりとか、それがめちゃめちゃ大変やった。前世は通わせたいと決まってたからあれやったけど、もう臨時の私たちの就労証明書だったりとか、いろいろ必要やん、補活って。それが結構大変で、バッタバッタしていました。引っ越しが決まったら、まず最初にしなあかんのは今住んでるところの退去届、あと前世と臨時が通ってる園の退園届、新しい保育園の申し込み、前世の新しいスクールの説明会と見学と願書提出だったりとか、新しい地域への転入前やから、転入しますよっていう誓約書やったり、賃貸借契約書をちゃんと見せなあかんかったりとか、必要な書類がプラスであって、それの準備結構慣れてないから大変やったし、いついつから引っ越しますっていう今住んでるところに提出届け出して、それはね、今何でも、まあ、マイナンバーカードとかもあるからできんねんけど、プラス転入後の転入届は今から出しに行かなあかんし、さらには今住んでるところの電気ガス水道の引っ越し手続き、あとは Wi-Fi の引っ越し手続き、これもしなあかん、これもしなあかんって感じ。免許証も警察署で買えなあかんし、印鑑証明も変更しなあかんし、まあ、いろいろね、いっぱい買えなあかんって思うと結構ね大変です。引っ越し業者さんにお願いして見積もり来てもらったりとか、それはもう終わったけど、今もちょうど段ボールが来たけど、引っ越し準備も全然できてないし、やらなあかんなって感じで、もうすぐやねん言うても。引っ越しが決まったぐらいかな、うちにある洗濯機がね壊れちゃってん。キロ君と
同棲しますっていう時からあるから7年間共に過ごした洗濯機やってんけど、洗濯機回して脱水のタイミングで絶対にエラーが起きるっていう風になっちゃって、何回もいろいろねコンセント抜き差ししたりとかいろいろ見てんけどやっぱり直らんくて、ほんまに3日に1回コインランドリーに行くっていう生活を今してたりとかして、結構忙しくしてます。バタバタしすぎてジムの解約をほんまは辞める月の10日までに言わなあかんのに過ぎちゃったから、引っ越した1ヶ月間分払ってるんですよね。払わなあかんのですよね。もう通ったろかなと思うぐらいなんですけど、1個抜けちゃってあもったいなみたいなことがあったりとかしています。引っ越しはやっぱり体力いるし、子供たちの荷物も増えたし、今いろいろ断捨離もして見極めをしているところないけど、でもやっぱり新しい生活はめちゃめちゃ楽しみ。新しい家もすっごく気に入ってるし、ついにソファーも導入するし、洗濯機も新しくなるし、新しいお家はさっき言ったけど子供たちが遊べる場所が多くあったりとか、やっぱね景色が変わるっていうのはすごい楽しみやし、子供たちは新しい環境になるけど、まあ、きっと楽しんでくれると信じてるし、縁は受かるかわからんねんけど、ドキドキするけどすごく楽しみやし、心機一転頑張ろうっていうふうに思っています。私も新居になったらほんまに楽しみだ。どうなんやろ私の生活って感じやねんけど、ジムは絶対通うし、その街も走りたいし、ダンスも通いたいし、もちろん仕事も続けていきたいからするけど、そんな感じで心機一転裏べけ頑張りますっていうことで、新居も楽しみにしていてくださいということで、ちょっとこの服でお届けしました。この服はまあ今後な入園式やったりとか卒園式とか、あと入学式とか小学校受験、小学校の入学説明会とかいろんなところにも活躍できると思うから大切に残しておきたいと思います。あんまもっとこういう靴がいいんちゃうかとか、こういう服ありますよとか、アクセサリーはこれがいいんじゃないかとか、おすすめがあったらぜひ教えてほしいと思います。私もなんかこういうのおしゃれじゃないっていうのが提案できたら提案していきたいと思います。新生活皆さんね、引っ越す方も引っ越さない方もいろいろあるけど、まあ春やしいろいろ皆さんも切って心機一転頑張ろうって思ってる方が多いと思いますが、体には気をつけてみんなで一緒に乗り切って素敵な春を迎えましょうね。私も頑張ります。また引っ越しの様子だったりとか、新居の様子だったりとか、これからの浦部家のことも、そして私自身のこともたくさんお届けしていくので、引き続き楽しみにしていてくださいね。ということで、今回の動画良かったよって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムと X もやっておりますので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。